東京公演のルンテツルンキクすべて当選しました、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。あ、生誕ティー届いた、やったー。私、まあ、自分のもとに生誕ティーが届いてないので、どんな感じなのか、ごめんね、今ちょっとあくびして、どんな感じなのかよく分かってないんだけど、今日は何してました？今日はね、公演がありました。そう、あのぼっちゃん劇場っていう私の地元の愛媛県にある劇場なんですけれども、そこで今ミュージカル上演されていまして、その公演が本日ありました。現在出演させていただいております。あとそうだ、生写真の、新しい生写真があの予約開始になってるので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。個人的にめっちゃいい感じに写ってんじゃないかなって思っております。最初に着るのは秋葉原劇場かな、AKB 劇場とは言わないんだ。ま、いつになるでしょうね。ね、あの衣装結構自分にも合ってるような気がして、なかなか良いのではってなりました。ぜひ皆さん予約をしてくださったら嬉しいです。もし気に入ってくださったらね。ごめん、あくびした。
この前初めてすっぴん見たけど可愛かったよ。メイクすると美人さんだね。いつ見たんですかすっぴん。え動揺だって今すっぴんだもんこの前見たっていつ見たんだろう。というかいつ見られていたんだろうか。まあだってすっぴんでいることが多いからさ、もうね思い当たる節しかないんですよ。なんだったら今もすっぴんだからさ。そう、今日ローケンマントを食べに行ったよ。チーズ味食べた。あ、私が気になってるチーズ、チーズはまだ食べたことないから食べたいんですよ。私この前いただき食べたのがさつまいもあんで美味しかった。チーズも食べたいな。そう、まあ、今日そのミュージカル公演の後にアフタートークショーというものを行って、そこでねなんか自分の癖についてお話ししたんですけれども、まあ私も答えはしたんですけど、なんか皆さんにとってるんちゃんってこれするの癖ですよねみたいなのあります？確かになんか人からなんか自分で気づくってねなかなか難しいんですけど、そう癖、ピースを良くするイメージ、あ配信でね、そうそう、もう話すことないなと思ったらねとか言っちゃう。うん、それはもうね癖ですそれは癖でございますね。ヒヒヒヒっていう笑い方、あ、わかる。そう、私もそれ言おうかなって思ってたんです、笑い方。まあ鼻で笑うっていうのも言ったんやけど、ヒヒヒって笑っちゃうの。イヒヒヒかフフフっていう笑いをする何パターンかある。でも魔女みたいな笑い方からやめなってお母さんに言われました。でもやめらんないでございます。そうそうってよく言ってるかな。あーそうそう、まあ、言うと思うよ多分。あでもあとねよく違うんです違うんですって絶対言っちゃう。よくと絶対言っちゃうはおかしい。よく言います、違うんです違うんですって言いますね私。うん、笑い方はねなんか影響癖ありますよ。そうそうそう、ああそうそうそうこれだこれだこれですね。そうそうそうって言っちゃうね。まあ本当笑い方も何パターンかありますけども、まあ3パターン大体、いやそれは嘘か、まあどのなんか
結構いろいろ笑い方にもねパターンがあります。はっはっみたいな感じで笑うのと、イヒヒヒヒって笑うのと、ウフフフって笑うのと、めっちゃ豪快に笑うの、4つぐらいありますね私は。そう、廊下の話し声が聞こえてしまいますね。それはもうしょうがないことでございます。あ、そう、ふんみたいな。癖ね、難しいよね。なんか自分で見つけるっていうのは本当難しいんですけど、そうそう、あーそうそうそうって言っちゃうね。やっぱそうそうそうって言っちゃいますね。癖だね完全に。これはこれは癖でございます。キャー、でも確かに他人の癖とかはね、なんか気になるじゃないけど、この人よくこれ言ってるなみたいなのはね目にしたりとか、この人よくこういう仕草してるなっていうのは目にしますね。そうそう、あ、これそうね、これも確かにやりがち。後ろに壁がなければやりがちです。うん、まあ人の癖ね、まあいろいろ確かにあの思い当たる節はあるんですけど、まあ、それはなんかいずれまたどっかで話す機会があるのかは知らないけど、そういう機会があったらいいねっていう感じです。あ、ほらうんって言っちゃう。そうそう、あー、またそうそうって言っちゃった。あとそのなんだっけ、今日のアフタートークショーのテーマにはサンタ、今年のクリスマスサンタさんにプレゼントお願いするなっていうのがあったので、本当にもうなんかそんなの考えてるどころじゃなさすぎてもう何も思い浮かばんかったんよ。エデン、とりあえずたまごっちって言いました。たまごっちとは言ってないけど、たまごっちとは言ってないけど、そう、あーそう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 、たまごっちとは言ってないけどたまごっちって言いました。言っていいのか分かんないからね。なんかそう、たまごっち皆さん知ってます？卵型のゲームで、なんかたまごっちっていう生き物を育成することができるゲームなんですけど、今そのね、まあでもそっか、あの話したことはあるけど、まあそれを聞いてたら分かる方は分かるんですけど、なんか今時計みたいになってるんですよ。それのサンリオコラボのが出てて、一番新しいのがその形なんですね。まあでもほんとサンタさんに頼むとしたら、でも私最近サンタさんになんか頼むってことないんだよね。そう、サンタさんは何を選んでくれるんだろうっていう、なんか楽しみにしたいなっていう気持ちもあるんですよね。そう、
一番初めのやつってルンバ生まれてたかな、わかんない、微妙なところギリ生まれてないかもしれないぐらい、まあ、生まれてるかもだけどまだ1歳とかだと思うんですけど、私はね持ってるのでも赤玉と、あのね名前忘れだけどね、カラーになって2代目のやつですね、しかもその2つしか持ってない、あとなんかモルカッチとか鬼滅っちみたいな、あの他の作品とのコラボのたまごっちは持ってる2つ、どっちもねやってない。そう、これはねなんか女子楽屋でもね話題に出てたんですけど、よく私はねサンタさんいつまで信じてたって言われるんです。でもね違う、みんなサンタさんはいるんだよ。でも女子楽屋のみんなそう言ってた、うん、サンタさんはいるんですよ。そうそうそう、なんかなんだっけな、ちゃんとサンタさんの検定みたいなあるらしいですよ。そうちゃんとあのうんちゃんとなんかなんだろう、サンタになれる条件みたいなのとかもあるらしくって、そうだからフィンランドに行けばサンタに会えるんですよ。そうだからサンタさんいないとかじゃないんですね、いつまで信じてたとかそういう話じゃないんですよって毎年あの誰かしらには言ってるんだけど、そうよく755とかである、そういうコメントがサンタさんいつまで信じてたって、いやそうじゃないサンタさんいるからって。でもねみんなに分かってもらいました、それは。そんな資格じゃないけどなんかそういう試験じゃないけどそういうのあるみたいです、あるみたいですよ。そうまあでも私はもうね今ちょっとクリスマスどころも誕生日の気持ちになれない、無理だ、もうねそれどころじゃない本当に。うん、今年が一番誕生日してない誕生日になりそう。そうあのうんもうそれよりもね考えなくちゃいけないことがねあって、もうほんとねもう自分の誕生日をお祝いできるどころじゃねーよってなるからね。そうまあちょっと12月になってある程度したら落ち着きはするんだけど、それまではもう誕生日のことあんま考えてられないですみたいな、そうある。ああそう毎年私誕生日ケーキはキャラクターケーキなんですけれども、でも今年はそもそも家族に祝ってもらう日程がね祝ってもらう予定がないんですね。うんだからケーキがあるのか分かんないんですけど、そもそもだからやっぱ私は誕生日祝ってほしいなって思うから、ただやっぱその誕生日周辺はもう私バタバタしちゃってるからさ、そうでもなんかわざわざこの日に私の誕生日祝ってよとは言えないしさうんそう12月に入ってからある程度したら落ち着くんですね。
もう今私がもううんうん頭抱えてるやつは、まそうあそうあれよそう願ってるんですけれども、そう願ってるんですけども、落ち着くと願ってるんですけども、そう自分自身の誕生日はねどうしようか本当ずっと悩んでるの。お父さんと被りそうなのがちょっと怖いんだよね。でも被りたくないからさ、でもさすがにお父さんに今年誕生日のプレゼント何くれるのとは聞けないし、そもそもプレゼントがあるのかどうかも知らないし、わかんないですね。まあ、もうほんとなんとかなるとしか言えないよねあそうふんふんみたいなうんふんうんふんって言っちゃう、笑っちゃうねああこれだこれですね。そうそう、でも待って、あと1週間ちょっとじゃん。いや違うか、あと10日かもう今の顔がいやもうそれどころじゃないんだけどっていう顔してたやだ、もうちょっと誕生日の時ぐらい、誕生日あたりになったらちょっと、いや落ち着いてない、誕生日は今よりもっとピークだわ。いやーそう、当の本人が一番ね誕生日のこと考えてないからね。なんかよくさない、自分今日私誕生日だったっけみたいな、そういえば確かに今日何日だ私の誕生日だみたいなあるかもしれないけど、今年それになりそう自分が、さすがにないかさすがにないかとは思うけど、たまにあるよね漫画とかアニメとか。去年のねケーキはジョン・マイ・ラムのてっちゃんだったんだけど、今年はね、まあ、ケーキがあるかどうかすらわからないんですけど、どうなるでしょうね。誕生日前日もお仕事、そうなんですよ、誕生日当日もバタバタしてね、なんかゆっくりお祝いっていう感じもちょっとできそうにないからさ、うん、まあ忙しいことはいいことなんですよ、ただやっぱちょっとねもうそれどころじゃないんだよ、うわもう言えないんだけど、これは本当にプライベートのことだから言えないんですけど、タンプレ買う予定、自分への、まあねこれ買いたいなっていうのはあるんだけどね、まあやっぱちょっとそれがねやっぱお値段が高いからちょっとなかなか冒険なんですよ、うん、だからちょっとどうしようかなって思ってるとこですね、はい、それじゃあ今日はここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。ランキングを読んでいくよ、13位から13位プレジョンさん、12位メソさん、11位カラスのカーコさん、10位アーティさん、9位がチャイジョンさん、8位ジンジンさん、7位夏目さん、6位ドサムさん5位海指さん、
よいマーキュリーさん、3位玉国さん、2位タッツエモンさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみ、ありがとうございました。おやすみなさい。